皆様ご起立願います。皆さんおはようございます。ご着席願います。開会に先立ちまして一言ご挨拶申し上げます。まだまだ残暑の厳しい毎日ではありますが、空も秋色のを帯びておりまして、朝夕が過ごしやすい爽やかな好季節を迎える頃となりました。こうした中、議員閣議におかれましたご検証にてご参集賜り、本日ここに令和元年第4回辰野新会定例会が開会の運びとなりましたことは、誠にご同慶に堪えない次第でございます。さて、今期定例会にはすでにお手元にお届けしております人事案件条例制定、条例改正、補正予算および平成30年度各会計決算認定等多数の案件が提出されております。いずれも市民生活に直結した重要な案件でありますので、議員閣議におかれましては慎重にご審議いただき、適切なる決定を賜りますようお願い申し上げます。また議事運営につきましても議員閣議の格段のご協力を賜りますようお願い申し上げまして、開会の挨拶といたします。市長、開会に先立ちまして一言ご挨拶を申し上げます。立秋を過ぎ、朝夕ようやくしのぎやすくなってまいりました。本日ここに令和元年第4回辰野新会定例会を招集いたしましたところ、議員閣議におかれましてはご検証にてご出席を賜り、開会されますことに対しまして厚くお礼を申し上げます。さて、先の8月15日から16日にかけて西日本を直撃した台風10号に大変心配しておりましたが、幸いにも本市においては人的被害等の大きな被害はなく、一安心したところでございます。今後も気象情報に細心の注意を払い、これからの台風シーズンに備え万全を期したいと考えております。また9月1日の防災の日には千鳥ヶ浜河川敷をメイン会場として兵庫県播磨広域合同防災訓練が実施されます。この防災訓練は山崎断層帯を震源とする直下型大規模地震とその後の風水害の発生を想定し、関係機関、団体、自主防災組織等が相互に連携した実動訓練に加え、住民参加型の救出救助訓練等をはじめとする各種訓練が予定されております。訓練参加者は国、自衛隊、県、警察、消防、自主防災組織をはじめ約1500人で、本市といたしましても市民の防災意識のさらなる向上と地域防災力の向上を図るための機会と捉え、支援をしてまいります。議員閣議におかれましてもぜひご覧いただければ幸いでございます。次に、市内の子どもたちがスポーツの全国大会で優秀な成績を残されておりますので、ご報告をさせていただきます。7月に高知小学校6年生丸尾ノアさんが栃木県で開催されました全日本小学生女子ソフトテニス大会で団体優勝、女子ソフトボールチーム西播磨シュガーラビッツが秋田県で開催された全日本小学生女子大会において優勝、また8月には小宅小学校6年生山内幸君が愛知県で愛媛県で開催された全国小学生学年別柔道大会において優勝、さらに本田小学校6年松本春樹さんが神奈川県で開催された全国小学生陸上競技交流大会において100メートル11秒87の兵庫小学新記録で優勝され、それぞれ全国一に輝かれました。ここでご紹介をさせていただくのは一でもあり、これ以外にもさまざまな種目において好成績を残されております。このような本市から全国大会で優秀な成績を残される子どもたちが数多く現れたことは本当に名誉なことであり、私たちに無限の夢と希望、そして勇気を与えてくれています。この吉報を全市民とともに喜びたいと思います。さて、今期定例会でご審議をお願いいたします案件は、すでにお手元にお届けしておりますとおり、同意案件2件、工事受け契約案件1件、条例案件7件、補正予算案件2件、その他の案件1件、平成30年度各会計決算認定14件の合計27件でございます。
これらはいずれも重要な案件でございますので、何卒慎重なるご審議をいただきまして、全案件につきまして、原案のとおりご賛同賜りますようお願いを申し上げます。最後に議員ご承知のとおり、7月中旬から本庁舎建設工事に着手しており、工事期間中、駐車場の利用などご迷惑とご不便をおかけしておりますが、ご理解とご協力をお願い申し上げまして、開会のご挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。ただいまより令和元年第4回辰野市議会定例会を開会いたします。これより本日の会議を開きます。この際ご報告いたします。はじめに市長より地方自治法第180条第1項の規定により専決処分した事件の報告1件が提出されており、その写しを配布いたしておりますのでご静覧願います。次に同じく市長より地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項の規定による健全化判断比率および資金不足比率の報告が提出されており、その写しを配布いたしておりますのでご静覧願います。次に教育委員会から地方教育行政の組織および運営に関する法律第26条第1項の規定による教育委員会事務事業点検評価報告書が提出されており、その写しを配布いたしておりますのでご静覧願います。次に監査委員より地方自治法第235条の2第1項の規定により実施した例月水道検査の結果報告2件が提出されており、その写しを配布いたしておりますのでご静覧願います。次に去る6月27日に開かれました令和元年第3回辰野市議会定例会以降における議事要会等の初歩会議についてでありますが、7月30日、丹波篠山市において第260回兵庫県市議会議長会総会が開催され、平成30年度歳入歳出決算認定、令和元年度補正予算案等の会長提出議案2件が提出され、原案のとおり認定可決されました。また8月6日には西播磨市長町会及び西播磨市長議長会による合同での国会議員要望会を東京都において実施し、関係国会議員に対し比較排水処理経費に対する財政支援等について、ほか各市長が直面している重要事項について要望活動を行いました。次に本日の出席議員数及び地方自治法第121条の規定により説明のために出席した者の職使命につきまして事務局長から報告いたします。ご報告申し上げます。まず本日の出席議員数についてでありますが、本日ただいまの出席議員数は21名であります。なお17番三木浩一議員から欠席の届出が提出されておりますのでご報告申し上げます。次に地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名につきましては、お手元に配布いたしております名簿のとおりでありますのでご静覧願います。以上でございます。以上で報告を終わります。これより日程に入ります。日程第一、会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会議録署名議員は会議規則第82条の規定により議長において16番桑野元澄議員、18番長富康志議員を指名いたします。両議員よろしくお願いいたします。次は日程第2、会期の決定を議題といたします。お諮りいたします。今期定例会の会期は本日から9月27日までの31日間といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって会期は本日から9月27日までの31日間と決しました。次は日程第3、同意第9号、辰野市教育委員会委員任命の同意を求めることについてを議題といたします。これより条定議案に対する説明を求めます。はい、副市長。ただいま議題となりました同意第9号辰野市教育委員会委員任命の同意を求めることにつきまして、提案の理由およびその内容をご説明申し上げます。本件は本市教育委員会委員4人のうち、
菅野夏子委員の任期が本年11月17日をもちまして満了といたしますので、その後任に引き続き同氏を教育委員会委員に任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。ご承知のとおり、教育委員会は学校その他の教育機関の管理に関することをはじめ、学術、文化、スポーツなど広範多岐にわたる事務を管理執行するものであり、その委員の任期は4年でございます。任命しようとする菅野夏子氏の経歴につきましては、別点資料のとおりでありまして、人格高潔にして執権豊かであり、また社会的信望も極めて厚く、本市教育委員会委員として適任者であるものと確信いたしております。何とぞ満場一致をもってご賛同、ご同意賜りますよう お願い申し上げまして、説明を終わります。条定議案に対する説明を終わりました。これより条定議案に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので質疑を終結いたします。この際お諮りいたします。本件は会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本件は委員会付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので討論を終結して直ちに評決に入ります。お諮りいたします。上程中の同意第9号は原案の通り同意することに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって同意第9号は原案の通り同意されました。次は日程第4同意第10号遺留公平委員会委員の選任の同意を求めることについてを議題といたします。これより上程議案に対する説明を求めます。はい、副市長。ただいま議題となりました同意第10号遺留公平委員会委員選任の同意を求めることにつきまして、提案の理由およびその内容をご説明申し上げます。本件は本市と伊防郡太子町および関係事務組合で共同設置しております遺留公平委員会委員3人のうち、本市選出の福田明子委員の任期が本年11月17日をもって満了いたしますので、引き続き同氏を遺留公平委員会委員として選任いたしたく、地方公務員法第9条の2、第2項および遺留公平委員会設置規約第4条第1項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。ご承知のとおり、遺留公平委員会委員は辰野市から2名、伊防郡太子町から1名選出することとなっており、関係市長が定めた候補者を本市議会の同意を得て選任することとなっております。地方公務員法第8条第2項に定められた公平委員会の事務、委員の公平委員会の事務は、職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、必要な措置を取ること、および職員に対する不利益な処分についての不服申し立てに対する裁決、または決定をすることなどでありまして、その委員の任期は4年でございます。選任しようとする福田明子氏の経歴につきましては、別点資料のとおりでございまして、公平無私で人格、執権ともに優れ、公平委員会委員として適任者であるものと確信いたしております。何とぞ満場一致をもってご同意賜りますよう、お願い申し上げまして、説明を終わらさせていただきます。条定議案に対する説明を終わりました。これより条定議案に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので質疑を終結いたします。この際お諮りいたします。本件は会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本件は委員会付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので討論を終結して直ちに評決に入ります。お諮りいたします。上程中の同意第
第10号は原案の通り同意することに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって同意第10号は原案の通り同意されました。次は日程第5、議案第57号、工事請負契約についてを議題といたします。これより条定議案に対する説明を求めます。はい、企画財政部長。ただいま議題となりました議案第57号、工事請負契約について提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。本議案につきましては、辰野市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得、または処分に関する法条例第2条の規定に基づき提案するものでございます。工事の内容につきましては、参考資料を添付いたしておりますので、ご静覧いただきたく存じます。この度の辰野市三津総合支所等複合施設建設工事につきましては、辰野市三津総合支所等複合施設整備基本計画に基づき、三津総合支所の老朽化及び不十分な耐震性等の解消、並びに三津地域内に点在している公共施設の老朽化及び集約化への対応を目的とし、現三津文化センターを有効活用しつつ、必要最小限の施設として複合施設等の増築を行い、当該計画の基本方針である施設の集約、複合化施設の建築、文化センターの再利用、地域の安全、安心な暮らしを支える拠点、すべての利用者に優しい施設、三津地域のまちづくりにおけるにぎわいの中心、および効率性を考慮した総合支所機能としての施設整備を行うものでございます。なお、工期につきましては、本議会の議決を得ましてから、令和3年6月30日までの間としております。次に、工事の契約につきましては、当該工事の規模、内容に対応できる施工能力および実績を勘案し、制限付き一般競争入札により、去る8月2日に執行いたしました結果、株式会社新道組が落札金額11億998万円、落札率 81.46% で落札いたしましたので、消費税額を加えた12億2097万8000円を契約金額として、工事請負契約を締結しようとするものでございます。落札業者である株式会社新道組は、市内に本店を有し、建築工事では有数の業者であり、過去においても、芦屋市庁舎東館新築工事、相生市庁舎1号館耐震補強ほか工事など、数多くの公共工事の実績を有しているほか、本年度におきましても、特別共同企業体の構成員として、辰野市本庁舎建築工事を建設工事を受注しております。この度の請負工事においても、これまでに培った技術力と経験を生かし、設計内容に適合した工事施工がなされるものと確信いたしております。以上で議案第57号の提案説明を終わらせていただきますが、何卒慎重ご審議の上、原案のとおり可決賜りますようお願い申し上げます。条例議案に対する説明を終わりました。これより条例議案に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので、質疑を終結いたします。この際、お諮りいたします。本件は会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本件は委員会付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので、討論を終結して、直ちに評決に入ります。お諮りいたします。条例中の議案第57号は、原案のとおり可決することに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。次は日程第6、議案第58号、辰野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定についてから、議案第61号、辰野市印鑑条例の一部を改正する条例制定についてまでの4件を一括議題といたします。これより条例議案に対する説明を求めます。はい、総務部長。
ただいま議題となりましたもののうち、議案第58号から議案第60号までの3件につきまして、一括してご説明申し上げます。はじめに議案第58号、辰野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例制定につきまして、提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。まず、提案の理由についてでございますが、平成29年、地方公務員法及び地方自治法の改正により、特別職、非常勤職員及び臨時職員の任用要件が厳格化され、一般職の会計年度任用職員制度が令和2年4月から導入されます。導入にあたり、この会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、地方自治法第203条の2および第204条において条例で規定することとなっていることから、本条例を新たに制定しようとするものでございます。現在、本市においては、臨時職員約420名、嘱託員約100名を任用しておりますが、新たに会計年度任用職員へ移行しようとするものでございます。この移行により、人件費約1億3000万円の増を見込んでおります。それでは、条例の内容につきまして、条を追ってご説明申し上げます。まず、第1条は趣旨でございます。第2条は、週の勤務時間が正規職員と同じであるフルタイム会計年度任用職員及びそれよりも短い勤務時間のパートタイム会計年度任用職員に対し、支給する給与及び支給方法を規定するものでございます。次に、第3条から第16条までの規定は、フルタイム会計年度任用職員の給与に関する規定でございまして、第3条の規定は、給料月額を、第4条の規定は職務の給についてを、第5条は適用する合給についてを、第6条の規定は給料の支給についてを、第16条の規定は給与の減額についてをそれぞれ規定するものでございます。また、第7条から第11条まで、第13条及び第14条の規定は、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、および期末手当についてそれぞれ規定するものでございます。また、第12条および第15条の規定は、時間外勤務手当、休日勤務手当、および夜間勤務手当の額を算定する場合の波数計算および1時間あたりの給与額についてをそれぞれ規定するものでございます。次に、第17条から第26条までの規定は、パートタイム会計年度任用職員の給与に関する規定でございまして、第17条の規定は、報酬の月額、日額及び時間額を、第24条の規定は、報酬の支給についてを、第26条の規定は、報酬の減額についてをそれぞれ規定するものでございます。また、第18条から第21条まで、および第23条の規定は、特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務にかかる報酬並びに決まった手当についてそれぞれ規定するものでございます。また、第22条及び第25条の規定は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務にかかる報酬の額を算定する場合の波数計算及び1時間あたりの給与額についてをそれぞれ規定するものでございます。次に第27条及び第28条の規定は、パートタイム会計年度任用職員に支給する通勤及び公務のための旅行にかかる費用弁償についてをそれぞれ規定するものでございます。次に第29条の規定は、会計年度任用職員の給与の控除についてを規定し、第30条の規定は、市長が特に必要と認める職員の給与については、任命権者が別に定める規定でございます。次に、第31条の規定は、規則へ委任する規定でございます。次に、別表第1は、会計年度任用職員に適用する給料表でございます。次に、別表第2は、基準となる職務給を規定するものでございます。最後に、付則についてでございますが、本条例の施行期日を令和2年4月1日からとするものでございます。次に、議案第59号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定につきまして、提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。
まず提案の理由についてでございますが、先ほど議案第58号でご説明いたしました会計年度任用職員制度の導入に伴いまして、本市条例のうち旧条例につきまして所要の改正を行うものでございます。次に条例の内容につきまして条を追ってご説明申し上げます。はじめに第1条は辰野市議会政務活動費交付条例の一部を改正するもので、別表の改正は予算科目から賃金が削除されることに伴う改正でございます。次に第2条は辰野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正するもので、第1条の改正は地方公務員法の略称を規定し、第3条の改正は人事行政の運営状況に関し報告する職員にフルタイム会計年度任用職員を加えるものでございます。次に第3条は辰野市職員の分限の手続き及び効果に関する条例の一部を改正するもので、第3条の改正は給食を要する範囲について会計年度任用職員の任期が会計年度内であることから、任命権者が定める任期の範囲内と読み替える規定を追加するものでございます。次に第4条は辰野市職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の一部を改正するもので、第4条の改正は減給の適用期間及び率を労働基準法に合わせて6月及び10分の1、6月及び10分の1に改正するほか、減給する給料月額についてパートタイム会計年度任用職員にあっては報酬の額と読み替える規定を追加するものでございます。次に第5条は辰野市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するもので、第2条の改正は育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律が改正され、非常勤職員が育児休業を取得することができない要件を緩和するもので、第2条の2の改正は略称規定による誤区の修正でございます。第7条の改正は勤勉手当を支給対象から会計年度任用職員を除外する規定を加えるものです。第8条の改正は育児休業から職務復帰時の合休調整できる規定から会計年度任用職員を除外する規定を加えるものでございます。第16条の改正は第7条の改正による法律番号の削除でございます。次に第6条は公益的法人等への辰野市職員の派遣等に関する条例の一部を改正するもので、第2条の改正は地方公務員法の改正により第22条第2項が削除されたことによる修正でございます。次に第7条は辰野市職員旅費支給条例の一部を改正するもので、第2条の改正は旅費を支給することができる職員にフルタイム会計年度任用職員を加えるものでございます。次に第8条は辰野市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正するもので、第2条の改正は職員で給料と手当を支給できる対象にフルタイム会計年度任用職員を加えるものでございます。次に第9条は外国の地方公共団体の機関等に派遣される辰野市職員の処遇等に関する条例の一部を改正するもので、第2条の改正は地方公務員法の改正により第22条第2項が削除されたことによる修正でございます。最後に付則についてでございますが、本市の施行期日を令和2年4月1日からとするものでございます。次に議案第60号、辰野市消防団条例の一部を改正する条例制定につきまして提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。まず提案の理由についてでございますが、成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく措置として成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係 法律の整備に関する法律が令和元年6月14日に公布され、同法の中で地方公務員法の一部が改正されました。この法律改正を踏まえ、
成年、非後見人等であることを理由に、不当に扱われることがないよう、辰野市消防団条例について、所要の改正を行うものでございます。次に、その内容にでございますが、第6条第1項の改正は、消防団員となることができない結核事項から、成年、非後見人、または非補佐人を削除するとともに、合わせて事項の修正をするもので、同条第2項の改正は、前項の改正に伴う引用箇所の修正及び消防団員が身分を失う規定の整理をするものでございます。付則につきましては、この条例の施行期日を、地方公務員法の一部改正の施行期日と同様に、令和元年12月14日とするものでございます。以上で、議案第58号から議案第60号までの提案説明を終わらせていただきますが、何とぞ慎重ご審議の上、原案のとおり可決賜りますようお願い申し上げます。はい、市民生活部長。引き続きまして、議案第61号、辰野市印鑑条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案の理由およびその内容についてご説明申し上げます。まず、提案の理由でございますが、女性活躍推進の観点から、住民票、個人番号カード等への旧氏の記載が可能となるよう、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が、本年4月17日に公布され、11月5日に施行されることとなりました。これに伴い、総務省の定める印鑑登録証明事務処理要領が一部改正され、住民基本台帳に記録されている旧氏で表した印鑑を登録することを可能とするとともに、住民票に旧氏の記録のあるものは、印鑑登録証明書においても旧氏が併記されることとされました。そこで、この事務処理要領を準拠し、本市印鑑条例について所要の改正を行うものでございます。次に、改正の内容につきまして、条を追ってご説明申し上げます。第5条第1項、第1号および第2号の改正は、登録できる印鑑として、旧氏や旧氏の一部を組み合わせたもので表しているものを加えるものでございます。第6条の改正は、印鑑登録原票に登録する事項として、住民票に旧氏が記録されている場合の旧氏を追加するとともに、事項の修正を行うものでございます。第12条第3号の改正は、印鑑登録の職権抹消をできる場合として、住民票に記録された旧氏の変更により、登録拒否の要件に該当する場合を追加するものでございます。第14条第1項第1号の改正は、印鑑登録証明書に記載する事項のうち、氏名について、第6条第3号と同様に、旧氏を加えるため、規定を整備するものでございます。付則は、施行期日を令和元年11月5日とするものでございます。以上で、議案第61号の提案説明を終わらせていただきますが、何卒慎重ご審議の上、原案のとおり可決賜りますようお願い申し上げます。条定議案に対する説明は終わりました。これより条定議案に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので質疑を終結いたします。これ、ただいま議題となっております議案第58号から議案第61号までの4件は、総務生活常任委員会に付託いたします。次は日程第7、議案第62号、辰野市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める
条例及び辰野市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定についてから、議案第64号地方独立行政法人辰野市民病院機構中期目標の策定についてまでの3件を一括議題といたします。これより条例議案に対する説明を求めます。はい、教育管理部長。ただいま議題となりましたもののうち、議案第62号および議案第63号の2件につきまして、一括してご説明申し上げます。はじめに議案第62号、辰野市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例および辰野市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。まず、提案の理由についてでございますが、子ども・子育て支援法、子ども・子育て支援法施行令、子ども・子育て支援法施行規則、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに、特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を改正する法令の施行に伴い、本年10月1日から幼児教育・保育の無償化が実施されるため、本市においても関係条例について所要の改正を行うものでございます。次に、改正の内容についてでございますが、第1条は、辰野市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例の一部改正で、第2条第1項中、第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、それぞれ別表第1から別表第3までに定める額を第19条、第1項、第1号、または第2号、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同号の認定を受けた小学校就学前子どもを除くの認定を受けた小学校就学前子どもの利用者負担額は0円とし、同校第3号の認定を受けた小学校就学前子どもの利用者負担額は別表に定める額に改め、別表第1から別表第3までを削り、付則の次に別表を加えるものでございます。第2条は、辰野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正で、第2条中、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に改めるものでございます。付則につきましては、第1項は施行期日を、第2項は辰野市立幼稚園の利用者負担額徴収条例の廃止を、第3項は道場の廃止に伴う経過措置を規定するものでございます。第4項から第6項までは、辰野市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例に規定する利用者負担額の改正に伴い、関係条例を整理するものでございます。次に、議案第63号、辰野市立認定こども園設置条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。まず、提案の理由についてでございますが、辰野市幼稚園保育所再編計画の進捗状況に合わせ、関係条例について所要の改正を行うものでございます。次に、改正の内容についてでございますが、本則は、辰野市立認定こども園設置条例の一部を改正するもので、別表の改正は、施設整備等に伴い、辰野市立本田こども園の本田幼稚園跡地への移転改築に伴う位置の変更および新たに開園しようとする辰野市立小宅北こども園
および三津南こども園の2園の名称および位置を追加するものでございます。次に、付則につきましては、第1項は施行期日を規定するもので、第2項および第3項は認定こども園への移行等に伴い、閉園となる保育所および幼稚園を、辰野市立保育所条例および辰野市立幼稚園設置条例の別表からそれぞれ削除するものでございます。第4項は、認定こども園2園の開園までの準備行為を規定するものでございます。以上で、議案第62号および議案第63号の提案説明を終わらせていただきますが、何とぞ慎重ご審議の上、原案のとおり可決賜りますようお願い申し上げます。はい、副市長。引き続きまして、議案第64号、地方独立行政法人辰野市民病院機構中期目標の策定につきまして、提案の理由およびその内容についてご説明申し上げます。まず、提案の理由についてでございますが、令和2年4月1日をもって、辰野市民病院の地方独立行政法人への移行に伴い、地方独立行政法人法第25条第1項の規定により、市長が市民病院機構に対し、達成すべき業務運営に関する指針である中期目標を定め、同条第3項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。次に、その内容についてでございますが、当該中期目標におきましては、市民病院としての役割を果たしながら、長期的かつ安定的に運営することを第1義とし、第1、中期目標の期間、第2、住民に対して提供するサービス、その他の業務の質の向上に関する事項、第3、業務運営の改善および効率化に関する事項、第4、財務内容の改善に関する事項、第5、その他業務運営に関する重要事項の5項目について、それぞれ方向性や方針を定め、市民病院機構に指示するものでございます。なお、当該中期目標の策定にあたりましては、同条第3項の規定により、市の付属機関である地方独立行政法人、辰野市民病院機構評価委員会におきまして、慎重にご審議をいただき、妥当なものと認めるとの意見をいただいております。以上で議題第64号の提案説明を終わらせていただきますが、何とぞ慎重ご審議の上、原案のとおり可決賜りますようお願い申し上げます。条定議案に対する説明は終わりました。これより条定議案に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので質疑を終結いたします。ただいま議題となっております。議案第62号から議案第64号までの3件は、福祉・文教常任委員会に付託いたします。次は日程第8、議案第65号、辰野市水道事業給水条例等の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。これより条定議案に対する説明を求めます。はい、上下水道部長。ただいま議題となりました議案第65号辰野市水道事業給水条例等の一部を改正する条例制定につきまして、提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。まず、提案の理由についてでございますが、水道法の一部を改正する法律が令和元年10月1日に施行されることに伴い、水道法第25条の3の2の規定により、
指定給水装置工事事業者について5年ごとの更新制が導入されることになり、辰野市水道事業給水条例について主要の改正を行うものでございます。また水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法政令の整備及び経過措置に関する政令により、水道法施行令が改正され、これにより引用条文の繰り下げが生じるため、辰野市水道事業給水条例及び辰野市水道敷設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例についても、所要の改正を行うものでございます。併せて辰野市水道事業給水条例につきまして、給水装置工事の工事費算出方法に消費税及び地方消費税の規定を加えるもので、辰野市水道事業給水条例の一部を改正する条例、令和元年条例第23号について、消費税及び地方消費税にかかる条文の表記が重複する部分について整理するものでございます。次に改正の内容についてご説明申し上げます。第1条は辰野市水道事業給水条例の一部を改正するもので、このうち第7条第1項の改正は、今回導入された指定給水装置工事事業者の更新制を規定する条文を加えるものでございます。第7条第4項および第5項の改正は、水道法施行令改正に伴う引用条文の繰り下げでございます。第9条第1項の改正は、給水装置工事の工事費算出方法に消費税および地方消費税の規定を加えるものでございます。第32条第1項の改正は、給水装置工事事業者の指定の更新に伴う更新手数料を2万円と定めるものでございます。第36条第1項の改正は、水道法施行令改正に伴う引用条文の繰り下げでございます。第2条は、辰野市水道敷設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例の改正をするもので、水道法施行令改正に伴う引用条文の繰り下げでございます。第3条は、辰野市水道事業給水条例の一部を改正する条例につきまして、本条例第1条で辰野市水道事業給水条例第9条に消費税及び地方消費税の規定を加えたことにより、第26条第1項の改正規定及び第33条第1項の改正規定における消費税及び地方消費税の規定に関する条文を消費税等に改めるものでございます。付則は本条例の施行期日を令和元年10月1日とするものでございます。以上で議案第65号の提案説明を終わらせていただきますが、何卒慎重ご審議の上、原案通り可決賜りますようお願い申し上げます。条例議案に対する説明は終わりました。これより条例議案に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第65号は経済建設常任委員会に付託いたします。次は日程第9議案第66号、令和元年度辰野市一般会計補正予算第2号および議案第67号令和元年度辰野市介護保険事業特別会計補正予算第1号の2件を一括議題といたします。これより条例議案に対する説明を求めます。はい、企画財政部長。ただいま議題となりました議案第66号、令和元年度辰野市一般会計補正予算第2号および議案第67号、令和元年度辰野市介護保険事業特別会計補正予算第1号につきまして、一括して提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。今回の補正は、補助事業採択に伴います事業費の追加、国県補助事業の清算など、緊急やむを得ない事情により、補正を必要とするものについて行っておりますので、ご了承をお願いいたします。補正予算第1条で、歳入歳出それぞれ4401万1000円を追加し、予算総額を
361億9248万7000円とするものでございます。その主な事業内容につきましてはお手元に配布いたしております予算参考資料に詳細に記載いたしておりますのでご請覧願います。次に第2条司法債の補正につきましては4ページの第2表のとおり変更しようとするもので、内容といたしましては土地改良整備事業につきまして県補助事業の採択による事業費の変更に伴い200万円を追加するものでございます。次に補正予算の内容について歳出からご説明申し上げますので9ページをお開き願います。まず第2巻総務費、第1項総務管理費、第5目企画費につきましては地域活動交流拠点整備に伴う補助金の計上でございます。次に第3巻民生費、第1項社会福祉費、第2目社会福祉医療費につきましては医療費助成事業県補助金の精算に伴う返還金の計上でございます。第4目障害者福祉費につきましては就学前障害児の幼児教育保育無償化等に伴うシステム改修経費の計上および高額補装具の支給申請等の増加に伴う扶助費の追加でございます。第6目老人福祉費につきましては地域介護、福祉空間整備等施設整備交付金の国庫補助事業、国庫補助金採択に伴う補助金の計上でございます。次に10ページの第2項児童福祉費第1目児童福祉総務費につきましては幼児教育保育無償化に伴う事務費の追加でございます。第5目児童福祉、施設費につきましては子ども園等の給食衛生管理基準の見直しに伴う県弁手数料の追加および幼児教育保育無償化による低所得者世帯復職費無償化に伴う財源変更でございます。次に第6巻農林水産業費、第1項農業費、第6目農地費につきましては県営事業費の増額および県補助金の追加採択に伴う事業費の構成でございます。次に11ページ第9巻消防費、第1項消防費、第5目災害対策費につきましては防災と福祉の連携促進モデル事業の県補助金採択に伴う事業費の計上および防災行政無線の緊急修繕に伴う修繕料の追加でございます。次に第10巻教育費、第1項教育総務費、第3目教育指導費につきましては兵庫地域創生交付金の採択に伴います備品購入費の追加でございます。次に12ページ第4項幼稚園費、第1目幼稚園費につきましては幼児教育保育無償化による低所得者世帯復職費無償化に伴う負担金の計上でございます。次に歳入についてご説明申し上げますので5ページをお開き願います。まず第10巻地方特例交付金、第2項子ども子育て支援臨時交付金、第1目子ども子育て支援臨時交付金につきましては歳出の際に申し上げました幼児教育保育無償化による低所得者世帯復職費無償化に伴う交付金の追加でございます。次に第13巻分担金及び負担金、第1項分担金、第1目農林水産業費分担金につきましては歳出の際に申し上げました県営事業及び県補助事業追加採択等に伴う地元分担金の追加でございます。第2項負担金、第2目民生費負担金につきましては幼児教育保育無償化による低所得者世帯復職費負担金の減でございます。次に6ページの第15巻国庫支出金から7ページの第16巻県支出金につきましては歳出の際に申し上げました事業にかかる補助金の追加でございます。次に第20巻繰越金、第1項繰越金につきましては歳出の補正事業の財源としての前年度繰越金の追加でございます。次に第21巻諸収入、第5項雑入、第3目可燃土収入につきましては平成30年度高齢重度障害者医療費助成事業等の確定に伴う補助金の計上でございます。次に8ページの第22巻司祭につきましては第2条地方債の補正でご説明申し上げましたので説明は省略させていただきます。引き続きまして議案第67号令和元年度辰野市介護保険事業特別会計補正予算第1号についてご説明申し上げます。補正予算第1条で
歳入歳出それぞれ699万6000円を追加し、予算総額を66億7492万円とするものでございます。次に補正予算の内容といたしましては、歳出では4ページの第8巻諸支出金におきまして、平成30年度社会保険診療報酬支払い基金交付金、地域支援事業分の生産に伴います返還金を追加するもので、その歳入として3ページの第4巻支払い基金交付金におきまして、平成30年度社会保険診療報酬支払い基金交付金、介護給付費等事業分の確定による追加および第8巻繰入金を減額するものでございます。以上で議案第66号および議案第67号の説明を終わらせていただきますが、何卒慎重ご審議の上、原案のとおり可決賜りますようお願い申し上げます。条定議案に対する説明は終わりました。これより条定議案に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第66号および議案第67号の2件は予算決算特別委員会に付託いたします。ここで暫時休憩いたします。再開は11時5分からといたします。よろしくお願いします。休憩前に引き続き会議を再開いたします。次は日程第10認定第1号平成30年度辰野市一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定第14号平成30年度辰野市国民宿舎事業決算認定についてまでの14件を一括議題といたします。これより条定議案に対する説明を求めます。はい、会計管理者。ただいま議題となりましたもののうち、認定第1号から認定第11号までの平成30年度辰野市一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定につきまして、その概要をご説明申し上げます。お手元に配布しております歳入歳出決算書及び地方自治法第233条第5項の規定に基づく事務事業実績報告書をご閲覧願います。なお、各会計の決算額は、決算書の実質収支に関する調書によりご説明申し上げます。まずはじめに、一般会計における決算状況でございますが、一般会計歳入歳出決算書の246ページをご覧願います。歳入総額が364億6915万3000円に対しまして、歳出総額は356億2831万3000円で、歳入歳出差引額は8億4084万円の黒字決算となっております。なお、翌年度へ繰り越すべき財源1億6636万7000円を差し引いた実質収支額は6億7447万3000円となっております。また、歳入予算額に対する収入比率は93.3%、歳出予算額に対する執行比率は 91.1% でございます。次に、決算の内容のうち、主な歳出についてご説明申し上げます。総務費関係では、本庁舎整備事業及び密総合支所等複合施設整備事業に1億3639万2563円を、市民の日常生活における移動手段を支える市民乗り合いタクシー運行事業およびコミュニティバス等運行事業に1億843万2536円を、民生費関係では小宅南こども園の新築工事等の認定こども園整備事業に5億5010万5863円を、土木費関係では辰野駅および東八崎駅周辺整備事業に4億5537万3741円を、教育費関係では中学校の給食費を無料化し、子育て世代の経済的負担を軽減する学校給食費補助事業に
9,295万1,525円を、上岡小学校校舎耐震補強事業、小柳小学校校舎大規模改造事業及び辰野西中学校屋内運動場長寿命化改良事業に5,372,1,916円を、さらに一切公民館及び伊保川公民館の耐震補強事業に1,2,696,6,960円を、伊保公民館及び本田公民館の大規模改修事業に1,7,338,2,120円を執行したものでございます。以上で一般会計決算の概要説明を終わりまして、次に各特別会計について順次ご説明申し上げます。別冊の特別会計歳入歳出計算書をご覧願います。まず学校給食センター事業特別会計につきましては、20ページに記載いたしておりますとおり、歳入総額4,320,000円、歳出総額4,296,200円で、歳入歳出差引額は538,000円でございます。なお歳入の主なものは9ページに記載いたしておりますとおり、第1巻の分担金及び負担金が1,8,553,2,893円、第3巻の繰入金が2,3,526,9,446円となっております。一方歳出の主なものは11ページに記載いたしておりますとおり、第1巻の総務費が2,1,109,060円となっております。次に土地取得造成事業特別会計につきましては、32ページに記載いたしておりますとおり、歳入歳出総額はともに1,5,149,400円でございます。次に医療公平委員会事業特別会計につきましては、44ページに記載いたしておりますとおり、歳入総額78,500円、歳出総額731,000円で、歳入歳出差引額は54,000円でございます。次に国民健康保険事業特別会計につきましては、68ページに記載いたしておりますとおり、歳入総額88,4,948,200円、歳出総額87,1,338,000円で、歳入歳出差引額は1,3,914,400円でございます。なお歳入の主なものは49ページに記載いたしておりますとおり、第1巻の国民健康保険税が16,5,203,9,367円、第5巻の県支出金が61,8,958,9,079円となっております。一方歳出の主なものは51ページに記載いたしておりますとおり、第2巻の保険給付費が58,8,302,218円、第3巻の国民健康保険事業費納付金が23,6,985,3,735円となっております。次に後期高齢者医療事業特別会計につきましては、84ページに記載いたしておりますとおり、歳入総額10,7,714,200円、歳出総額10,5,279,500円で、歳入歳出差引額は2,434,700円でございます。次に介護保険事業特別会計につきましては、112ページに記載いたしておりますとおり、歳入総額65,533,400円、歳出総額63,4,094,900円で、歳入歳出差引額は2,1,538,500円でございます。なお歳入の主なものは89ページに記載いたしておりますとおり、第1巻の保険料が158,476,9,835円、第3巻の国庫支出金が141,197,4,041円、第4巻の支払い基金交付金が156,212,000円となっております。一方歳出の主なものは91ページに記載いたしておりますとおり、第2巻の保険給付費が56,087,510円となっております。次に下水道事業特別会計につきましては、132ページに記載いたしておりますとおり、歳入総額41,123,200円、
歳出総額41億258万8000円で、歳入歳出差引額は864万4000円でございますが、これにつきましては全額翌年度へ繰り越すべき財源でございます。なお歳入の主なものは117ページに記載いたしておりますとおり、第2巻の使用料および手数料が9億1327万964円、第4巻の繰入金が27億8421万7253円となっております。一方、歳出の主なものは119ページに記載いたしておりますとおり、第1巻の下水道費が12億8538万6062円、第2巻の交際費が28億1720万2257円でございます。次に、農業集落排水事業特別会計につきましては、146ページに記載いたしておりますとおり、歳入総額4億5829万1000円、歳出総額4億5819万1000円で、歳入歳出差引額は10万円でございますが、これにつきましては全額翌年度へ繰り越すべき財源でございます。次に、埋処理場事業特別会計につきましては、164ページに記載いたしておりますとおり、歳入総額19億2090万円、歳出総額19億2080万円で、歳入歳出差引額は10万円でございますが、これにつきましては全額翌年度へ繰り越すべき財源でございます。なお、歳入の主なものは151ページに記載いたしておりますとおり、第1巻の使用料および手数料が4億471万6121円、第4巻の繰入金が7億8782万3045円でございます。一方、歳出の主なものは153ページに記載いたしておりますとおり、第1巻の前処理場費が14億8547万3018円、第2巻の交際費が4億3532万6725円でございます。次に、土地区上事業特別会計につきましては、176ページに記載いたしておりますとおり、歳入歳出総額ともに3634万1000円でございます。次に、基金の状況についてご説明申し上げますので、別冊の事務事業実績報告書の20ページをご覧願います。財政調整基金をはじめとする10の基金に関し、令和元年5月末における総額は219億342万1000円で、前年度と比較して9億5735万9000円増加いたしております。最後に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算出した平成30年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率についてご説明申し上げますので、22ページをご覧願います。まず、普通会計における実質赤字比率及び全会計を対象とした連結実質赤字比率につきましては生じておりません。また、交際費による財政負担の程度を示す実質交際費比率につきましては 11.8%、地方公共団体が将来負担すべき債務の規模を示す将来負担比率につきましては 15.4% と、いずれも健全性を保った数値となっております。また、特別会計における資金不足比率につきましては生じておりません。以上で認定第1号から認定第11号までの各会計歳入歳出決算認定について説明を終わらせていただきますが、何とぞ慎重ご審議の上、いずれも認定賜りますようお願い申し上げます。はい、毛利君。それでは引き続きまして、認定第12号平成30年度辰野市民病院事業決算認定につきましてご説明申し上げますので、企業会計を含む辰野市特別会計歳入歳出決算書の180ページをお開き願います。平成30年度辰野市民病院事業決算報告書でございますが、本報告書は税込みで表記をいたしております。まず収益的収入および支出でございますが、病院事業収益の決算額は22億6015万645円で、
その内訳は、異業収益16億5833万3125円、異業界収益4億3237万7765円、介護老人保健施設収益1億3191万6803円、訪問看護居宅支援事業収益3752万2952円でございます。次に、病院事業費用の決算額は21億4228万2766円で、その内訳は医療費用19億1453万2457円、医療会費用1533万1729円、介護老人保健施設費用1億6701万8840円、訪問看護居宅介護支援事業所費用4539万9740円でございます。次に、181ページの資本的収入及び支出でございますが、資本的収入の決算額は8446万3000円で、その内訳は企業債4170万円、高額負担金4276万3000円でございます。資本的支出の決算額は8463万9586円で、その内訳は建設改良費4187万6892円、企業債償還金4276万2690円でございます。次に、182ページから183ページまでは、1年間の収益と費用を税抜きで表記した平成30年度の損益計算書でございます。当年度純利益は1億1314万1240円でございます。この純利益に前年度繰消欠損金4億634万4873円を差し引きました。当年度末未処理欠損金は2億9320万3633円でございます。次に、184ページは剰余金計算書で、185ページは欠損金処理計算書でございます。次に、186ページから189ページまでは貸借対照表でございます。190ページ以降は、ただいまご説明いたしました決算報告の概況等資料でございますので、ご静覧いただきますようにお願いいたします。平成30年度決算につきましては、平成30年度に比べまして、前年度に比べまして改善しておりますが、現在進めております地方独立行政法人の設立を最重要課題とし、引き続き市民に安全安心な医療の提供を維持できるよう努めてまいる所存でございますので、どうぞご理解を賜りたくお願い申し上げます。以上で認定第12号につきましてご説明申し上げましたが、何卒慎重ご審議の上、認定賜りますようお願い申し上げます。谷上下水道部長。引き続きまして、認定第13号平成30年度辰野市水道事業決算認定につきまして、ご説明申し上げますので、企業を含む辰野市特別会計歳入歳出決算の208ページをお開き願います。平成30年度辰野市水道事業決算報告書でございますが、消費税込みで表記いたしております。まず、収益的収入及び支出でございますが、第1巻水道事業収益決算額は12億2974万5290円でございます。その内訳は、第1項営業収益8億1853万8539円、第2項営業外収益4億1120万6751円でございます。第1巻水道事業費用の決算額は10億8768万3087円でございまして、その内訳は第1項営業費用10億213万3556円、第2項営業外費用7451万3531円、第3項特別損失1103万6000円でございます。次に209ページの資本的収入及び支出でございますが、第1巻資本的収入決算額は7279万6000円でございます。その内訳は、第1項企業債7180万円、第3項高い系負担金99万6000円でございます。第1巻資本的支出決算額は3億6183万7000円。941円でございまして、その内訳は、第1項建設改良費1億9709万
364円および第2項企業債償還金1億6474万7577円でございます。なお資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2億8904万1941円は当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額1299万1620円可燃度分損益勘定留保資金2億2218万4268円および当年度分損益勘定留保資金5386万6053円で補填いたしております。次に210ページ、211ページは損益計算書でございまして、当年度純利益1億2925万3502円を計上いたしております。次に212ページは剰余金計算書、213ページは剰余金処分計算書でございまして、当年度末の未処分利益剰余金25億2643万1205円は翌年度に繰り越すものでございます。214ページから216ページまでは貸借対照表でございまして、219ページ以降は事業報告とただいまご説明申し上げました決算報告に関する資料でございますのでご静覧願います。さて水道事業におきましては、事業計画等に基づき老朽化した施設の更新改良と耐震化を計画的に進めています。今後は将来の水需要等を見据え、水道施設の適正配置や規模等についても引き続き検討しつつ、安全で良質な水道水を安定的に供給するとともに、水道事業経営の健全化に一層努力してまいる所存でございます。以上で認定第13号につきましてご説明申し上げましたが、何卒慎重ご審議の上認定賜りますようお願い申し上げます。はい、小笠原産業部長。引き続きまして、認定第14号平成30年度辰野市国民宿舎事業決算認定につきましてご説明申し上げますので、企業を含む辰野市特別会計歳入歳出決算書の244ページをお開き願います。まず、収益的収入及び支出でございますが、収入の第1巻、国民宿舎事業収益決算書、決算額は、8362万6453円で、支出の第1巻、国民宿舎事業費用決算額は1億4330万3485円でございます。次に245ページをご覧ください。資本的収入及び支出でございますが、収入、支出、いずれも金額の計上はございません。次に247ページの損益計算書をご覧ください。当年度純損失は5967万7032円となっております。次に248ページは剰余金計算書、249ページは欠損金処理計算書でございまして、当年度末の未処理欠損金7億7112万412円は翌年度へ繰り越すものでございます。250ページから253ページまでは貸借対照表でございまして、それ以降は事業報告書等の決算報告に関する資料でございますので、ご静覧願います。さて、国民宿舎赤とんぼ荘および寝具荘は、平成27年度から2層一体で指定管理者による民間経営へ移行し、今年度が指定管理期間の最終年度でございます。民間事業者の持つ能力を最大限活用して、創意工夫を凝らした低廉で
良質なサービスを提供するとともに、地域の産業、観光振興に寄与できるよう努力してまいりたいと存じます。以上で認定第14号につきましてご説明申し上げましたが、何卒慎重ご審議の上、認定賜りますようお願い申し上げます。条定議案に対する説明は終わりました。これより条定議案に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。はい、12番高岸博之議員。病院のことについてちょっと、意見を述べたいと思います。29年度から30年度にかけましてですね、病院の入院患者も2541人増えてまして、入院収益も6000万円上がってます。で、要は病床利用率もですね 84.5%、 もう大変こう数字もよく上がってるんですけども、以前私2年前の6月議会でちょっと質問させていただいたんですけども、そのベッドの稼働率ですけれども、26年 53.1% なんですね。で、27年度が 51.1%、 半分が空き部屋、空きベッドでございました。で、この2年3年でですね、これだけ病床率が上がるということは大変私はすごい病院の方も努力をされていることと思います。それと損益計算書ですけれども、これもちょっとかいつまんで質問出させていただきますけれども、異業収支比率ですね、これもですね、28年度 72.3、 これ、30年度 87.7 です。これ異業収益比率、比率と言いますのは、100円かけて87円7銭儲かるという、こういう数字ですけれども、まあ、できればこれ 90% を越していただいたですね、自治体病院、公立病院の方においてもですね、かなりいい成績を収められる数字だと思います。それと退職対象表ですけれども、これも現金預金がですね、28年度から見ましたら6100万ほど現金預金も増えております。で、当然一時借り金も減ってますし、よくこの2年3年でですね、これだけ病院の経営が改善されたかなというふうに、私はもう少しも立派だなというふうに思ってます。ぜひですからですね、今これから独歩に向けて病院改革を進められますけれども、ちょうどこの右肩上がりの時にですね、この独歩病院の方に改善されるということを、大変いいタイミングではないかというふうに私はもう個人的に思ってます。また新たな独立病児法人に独歩に向けましてですね、新たな経営改革に取り組んでいただきたいと思います。以上です。いかん、ちょっとそれでちょっとお答えいただけますか。はい、いかん。お褒めいただきありがとうございます。なんとかですね、この、27年度から、4年が経ちますけども、先ほどご指摘いただきましたように、やはり病院が利用できるように、なった理由というのは、一つはですね、やはり地域の方々に必要な医療ニーズを提供するというところと、やはりそれに必要な、まだ最低限というふうに申し上げておきますが、やはり人材確保ができたという、この結果ということになっております。で、先ほど、異業種収支率もおっしゃっていただきましたが、黒字が出ましたということでも、とりあえず基準の繰り入れをいただいての黒字化ということですので、実際に全く繰り入れがない状態での黒字化というのは、やはり公立病院というのは負債産部門を抱えておりますし、それからやはり人件費というコストの高い面がありますので、非常にそこは厳しいところかなと認識しております。また今後につきましてはですね、一つは昨年度の黒字の大きな原因は、大きな投資がなかったというような条件がございます。で、今後、平成24年、5年にかけて、建て替えました、病院の、いわゆる、設備に関して、医療機器が、更新の時期を迎えてまいりますので、この計画的な更新、でこれにつきましては、先ほどの、中期目標ということで、お示しをいただいたんですけれども、この中にもですね、新病院建設時に非常に高価な医療機器を導入したことが大きな赤字の原因であるというようなことがしっかりと書かれておりますので、この辺のこれから独法化ということになっていきますので、しっかりと民間感覚での投資計画というようなこと、それから
まあ、築52年が経ちました、まあ、ケアホームの老朽化ということも課題になっておりまして、昨年度から入所者数を、まあ、小規模化ということで、やっとですね、小規模での運営が今年度、まあ、安定したところでございますけれども、まあ、全国的にも、民間含めて、非常に厳しい運営が続いておりますので、まあ、これを、まあ、独法化の中でどこまで、安定した運営をしていけるかというようなこともございます。それから、市の方でも先ほど条例が上がっておりましたが、会計年度任用職員に準じた非常勤職員の雇用改善というのもやはり病院の方も独法化はしますけれども同じようなことをやってまいりますので、まあ、これについても大きな人件費の増加ということが見込まれているところでございます。まあ、こういうふうに決して病院の経営環境というのはいい状況では明るいものばっかりではございませんけれども、本年度も幸いなことに入院患者さんにつきましては昨年度を上回る数を維持しておりますので、まあ、これを糧にしまして今後とも市民の方々の安全安心に努力してですね、たくさんの市民にご利用いただく、それから今の医療機能だけではなくて、他にもいろいろな地域の医療の関連のニーズというのはございますので、独法化に向けてですね、これらのニーズにも対応していくために努力していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。他にご発言ありませんか。はい、10番赤木和夫議員。一般会計決算書の199ページ、学校給食費補助金、先ほど会計さんの方からも報告があったんですが、9295万1000、何がしで、当初の予算では1億400万だったということからしますと、約1100万円ほどの差異が出ております。これにつきまして、一般的に考えますと、対象人数かける個人的な費用ということを想定するんですけれども、この差異はどの辺にあるのでしょうか。はい、教育管理部長。はい、先ほどおっしゃられたように、当初よりも90人少ないという金額がまずございます。それが、約7、その金額と合わせまして、1人当たり年間4500円かける11ヶ月の49,500 円を予算化しておりましたが、中学校によっては、個別面談等で給食を食べてない学校がございまして、その学校の子どもさんの年間の補助額が43,675円というようなことで、いわゆる子どもさん、生徒の数の違いと、それから、満額を予算化しておりましたが、満額までいかない給食の日数であったために、その額で、当初から減っておるというようなことでございます。はい、赤木和夫議員。ありがとうございます。その部長の説明からしますと、対象になる方で、自主的にいらないよと言われる方については省いたという人数であると理解をするんですけれども、そのじゃ対象から外れる人に対して補助っていうことからすると公平性云々が出てくると思うんですけれども、その点についてはどういうふうなお考えでしょうか。教育管理部長。すみません、説明不足でございました。当初は、中学生2119人に予定しておりますが、生徒数が減りまして、それが90人減りましたので2029人になったという、その90人分の減と、それから個別面談等で、例えば東中がこの日個別面談がありますので給食はいりませんと、それはもう全、生徒さんになりますので、そういう日数が11日ありましたので、その減った分の給食費というものが減という形になっております。はい、谷ございませんか。赤木和夫議員。はい、ちょっと私も勘違いやったみたいで、いらない日があるということで全体的に1割ほど減ったんだということですね、理解しました。はい、谷ご発言ありませんか。
ご発言がないので質疑を終結いたします。ただいま議題となっております認定第1号から認定第14号までの14件は予算決算特別委員会に付託いたします。以上で本日の日程は終了いたしました。この際お諮りいたします。委員会審査のため明日29日から9月11日までの間休会にしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって作用を決しました。次の本会議は9月12日木曜日午前10時より再開いたします。この際お知らせいたします。一般質問の発言通告は9月4日水曜日正午までとなっておりますので、よろしくお願いいたします。本日はこれをもって散会いたします。皆様お疲れ様でした。